あ、ついてます、ね、うん、みんな入ってます、はい、皆さんこんばんは。東北大学ブルーグラス同好会が来ました、わらびもちです。よろしくお願いします。はい、本日は皆さん、多くの、お客さん来てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。では、1曲目はブルーグラス、知らない方もいらっしゃるかと思いますので、ブルーグラスの代表的な、曲を1曲やりたいと思います。では聴いてください。ゴールデンキャベツダウン。石焼き芋は石焼き芋って感じで、わらび餅って感じで売ってたんですけど、なんかそれバンドでなんか全然共感してもらって誰もいない誰もいない、マジかまあまあまあ、そういう感じで、なんかバンドでそういう話になって、なんかわらび餅って名前かわいいねって感じになって、ちょっとこんなバンドになってしまいました。はい、次は、またブルーグラスの結構代表的な曲なんですけれども、今度は歌がある曲を1曲やりたいと思います。では聴いてください。リトルキャビンホームオンザヒル。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、ワン、ツー、スリー。
ブルーグラス初めて見られる方もいらっしゃるかなと思いますので、ちょっと見慣れぬ楽器があると思いますので、ちょっと楽器紹介と、まあ、メンバー紹介も兼ねてねやっていけたらと思います。まずちょっとこちらにあるちっちゃい楽器、フラットマンドマンドリンと言います。マンドリンを弾いてます、学部4年生の斉藤大雄です。よろしくお願いします。まあなんかせっかくなんでね、なんかみんなになんか今年の夏、9月も中旬に差し掛かっても夏も終わってるということで、終わりそうということで、ちょっと夏の思い出なんかもね語っていただけたらなと。いや今年はそんなどこに行くでもなかったんですけど、唯一行ったのが福島県の猪苗代湖っていう湖があって、そこでロックフェスがやってたんで、まあ行ったんですけど、前日にちょっとトラブって家の鍵をなくしました。で、夜通し探した上で行ったんですね。で、徹夜の状態で車運転してで行って、まあ、めっちゃ楽しかったんですけど、帰りも、まあ、その日にできれば帰りたいなと思ってこう帰ったんですけど、相方が、まあ、2人行ったんですけど、そいつが寝て、二徹の状態で危ねえ危ねえ3時間ぐらい、やばいな、80キロぐらい、もうやばい、二徹の状態で帰って、なんとか生き延びたという、これはやばい、サバイバルでしたよ。やばすぎるな。家の鍵は結局、家の鍵なくて、ないんだ。結局スペアつけてもらったんで、なるほど、まあよかった。ちょっとなんかマンドリンの楽器の紹介はあんましなかったんで、ちょっと音ちょっと軽くなった。上なんか明るい、まあちょっとハワイ音になってて、まああとなんかカットっていって、なんかリズムの裏拍をそこな感じです。こういう風に刻むような役割もしてるのがマンドリンという感じです。次はまた歌ない曲をやるんですけれども、次はちょっとマンドリン、そんなマンドリンが大活躍する曲を一曲やりたいと思います。では聴いてください、ボストンボーイ。
学部2年生の、新井千代です。よろしくお願いします。まあ、バンジョー弾いてるんですけど、まあ、バンジョーなんかなんて言うんでしょう、ちょっと鳴らし軽くなんか動画してもらって、なんかこういう感じの、なんて言うんでしょうね、まあ、ブルーガースの花形楽器とかちゃんもなんか今年の夏の思い出をあれば。はい、今年はブルーグラスいろいろフェスがあって、箱根フェス行ったりとかいろいろあったんですけど、一番なんか面白いなって思ったのは、このバンジョーっていうのを今年の3月に買って、それを7月に調整を出しに行ったんですけど、旅行がてらということで同期の3人で一緒に仙台から東京に行って、そこでベースのベティと合流して東京観光みたいなのしたのが楽しかったです。以上です。話聞いてなかったよ。ベースのベティ。ベースのベティ。ベティ誰？同じ2年生のなんか学のブルーガスの交換2年生のベティちゃん。ベティちゃんはベースだから、バンジョーとはちょっと関係ないけど、なんか来ちゃった。なんか来ちゃったよ。なんか来ちゃったよ。はい、次はまた僕の歌曲になるんですけれども、まあちょっと なんていうんですかね、なんだろう、怪しい、怪しめな曲。なんかバルサムレンジっていう有名なブルーガースアーティストがいるんですけど、そのバルサムレンジの曲を一曲カバーしてやりたいと思います。あ、ちょっと待ってね。よしよしよし。やばいやばい。では聴いてください。ロングボーカル。Thank you.
僕の紹介を自分の紹介した楽器はアコースティックギターですね。普通のアコースティックギターです。まあ音はなんか想像通りの音なんで、だからちょっと紹介の時いつも何も喋ることないからあれなんですけど、僕は修士1年生ですね。大学院1年生の菅原健太と申します。よろしくお願いします。はい、僕の今年の夏の思い出は、子供をちょっと千代ちゃん軽く言ってたんですけれども、ブルーガースってちょっとフェスっていうのがありまして、フェスティブルーガースフェスティバルが各地や特に夏とかにあるんですけど、それ今年の夏は大体あの神奈川県の箱根とあとは沖縄でありまして、それで僕は両方行ったんですけれども、最初にその後、その前、あと僕は鹿児島でちょっと修士1年なんで学会とかもありまして、ちょっとそれにも行ったんですけども、それをなんか全部家に帰らずそのまま行ったんですね。つまりなんかそのまず箱根に行って、その後そのままその足で鹿児島行って、その足で次沖縄に行ってっていう、すごい日本縦断みたいな感じの旅行をしてまして、それがもう結構大変だったんですけど楽しかったですね。まあ移動とかも大変で、全部飛行機とかで移動してたんですけど、ちょっとヤバかったのが、鹿児島から沖縄に行くときに、ちょっと沖縄で最初から演奏があったんですけれども、ちょっと沖縄でちょっと飛行機着いた後渋滞ちょっとしてまして、ちょっとタクシーが遅れてしまって、なんかもうタクシーの人となんかすごいいろいろ喋ったんですけど、そしたらなんか沖縄の人はまったりしてるから、なんか車もすごい穏やかなんだよみたいに言ってて、いや早く行けよみたいな、早く行けよ、いいから早く行けよって、いやちょっと演奏がとかで匂わせてあれだったんですけど、結局僕の出演バンドの前のバンドの最後の1曲の途中で僕がその会場に着いて、本当1、2分前とかで本当ギリギリでなんかチューニングしながら息ゼーゼーゼーステージになってどうもってやって、それが大変だったんですけど、なんかまあ結局その後無事演奏もできて、いろいろ観光もできて、すごい楽しかったなというのが僕の夏の思い出です。はい、でですね、このバンドにもう一人、修士1年の、人がいるんですけども、それが向かって左側のフィドルのマスタンですね。よろしくお願いします。ハルベマサなんかブルーガースではなんかバイオリンのことを、バイオリンなんですけど楽器自体はまあフィドルって呼ばれてるんで、ちょっとそういう感じです。はい、で、マスさんはなんか夏の思い出とかは？その思い出は特にどこにも行けず、ずっとなんか研究室にこもって研究してやばい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 、なんか欲しいで、なんもないね。あの1個仙台に来て気づいたことがあるんですけど、マスターもなんか大学院でこっちに来た、来たので、なんかあの向こうよりもなんかこっちの仙台の雨ってなんかミストみたいな、なんか降ってない降ってない、なんかよくわかんないような雨多くないですか？なんか今年ね、特に今年は特に多い。でそれでなんかしかもみんなあの傘ささないんですよ。今年ね、今年なんかよくわかんない、なんかね。ミストが本当にミスト多いよ、すごいミストミストミヤだから、ミストミスト、今年の花火の日もそんなミストだったんですけど、つい8月5日からその時もまさにすごいミストすごいみたいな、なんかごめんねとか普段はなんかごめんねってなっちゃった。花火がちゃんと見えるね。まあ来年は多分ない、そう多分来年に期待します。はい、そんなマスターでした。はい、で次はそんなマスターがから始まる歌曲を、ちょっと熱い歌曲を一曲やりたいと思います。では聴いてください。 Like a train in the track。 1、2、3。 Like a train in the track。Oh, no.
きな楽器を紹介したいと思います。これは、まあ、コントラバスね、コントラバスですね、はい、ウッドベースとして使ってます。こちらを弾いているのは、修士2年生の、本名なんだっけ奥野克也です。よろしくお願いします。知らない人とか言う夏の思い出お願いします。まあ、私もですね、いろんなじゃないフェスに行かせていただきまして、さっき、ツアーで行きました沖縄フェスに私も行かせてもらいました。今年仙台ね、なんかずっと寒くて、ね、なんか夏感はなかったんですけど、沖縄は非常に暑くてですね、夏感を感じることができました。話なんですけど、まあいろいろ行きました。ただ私ちっちゃい頃から北海道の出身なんですけど、北海道の人なんでか知らないけど沖縄大好きなんですよ。あ、そうなんですか。もう5回目ぐらいだから。え、マジっすか。なんか家族で3回1回4回石垣島とか沖縄に行って、知らなかった。で、久しぶりに、岩木の海に行かせていただいて非常に楽しかった。ただあんまりマリンスポーツというか、海のことはあんまり海には行ってなかったりしたんですけど、そうなんですか。それで今回初めて海で行くのを見て楽しみましたね。確かに。バナナボートとかね。バナナボートね、あ、すごかった。バナナボートめっちゃ楽しい。バナナボート、あれは弾き飛ばされに行く乗り物だそうなので、気をつけて。結構沖の方で容赦なく飛ばされるっていう。もしも乗ることがありましたら、ちょっと貴重品をちゃんと外して乗った方がいいと思います。あと首のストレッチ、ちょっと首の筋痛めちゃったんで、バナナボートでみんなで。乗った人みんな首の筋痛めちゃった。ちょっと気をつけて。ほとんどバナナボードまあ、サークルの方には来年ぜひフェスに参加、沖縄フェスに参加していただければと思います。なんかアフロののれん君にちょっと宣伝しといてみたいなことを常々言われてますから、ぜひ、来年沖縄フェスに参加してくださいという話をちょっとだけいただきます。あ、でもいい？あ、いいです。はい、いいです。はい、はい、次も歌曲なんですけれども、今まで僕が歌ってたんですけれども、次はこちらのマンドリンの大優が一曲歌ってもらいます。でしたね。はい、じゃあ聴いてください。ラストチューンで聴いてください。I'm not afraid to die.
い、ありがとうございました。次はですね、ネッシーズというバンドが出るんですけれども、ネッシーズはさっき、以前行われました上善寺ストリートジャズフェスティバルに参加していたバンドでして、駅前のエスパルの前ですかね、で素晴らしい演奏をしてくれたバンドです。ちょっと僕見てないんですが勘弁してほしいです。はい、次のバンドも9時からですが、ちょっと間空きますが、ちょっとその間ちょっと飲み物とか召し上がって、ちょっと9時からの演奏もぜひご覧になってください。はい、それでちょっと最後ちょっと告知なんですけれども、僕たちちょっと東北大学ブルーグラス同好会は大学祭を11月の頭ですねにやっておりまして、それがちょっと喫茶店形式になっていて、それちょっと美味しいケーキとかコーヒーとかを召し上がっていただきながら、そのブルーグラスの演奏を聴けるというなんか非常におしゃれな空間を提供しておりますので、ぜひ来てください。あと来週かな、オクトーバーフェスティバルにも今週の日か来週、まあ、そのブルーグラスから2バンドほど出ますので、ちょっとそちらの方ももし気になった方はいらしてください。はい、じゃあありがとうございました。わらび餅でした。では最後の曲聴いてください。最後の曲はちょっとまたトラディショナルな1曲やりたいと思います。では聴いてください。 Ain't Nobody Gonna Miss Me When I'm Gone。